こやって、そこやって、そこ来る。で、これ飛び出す。はい。で、そこやって、そこやって、こう、こう、こうですよ。はい、こんにちは、グリードです。さあ、というわけで、モダンフェア3マルチプレイヤー撮っていきましょうか。なんだかんだこんなハイグリードですやってね。実は、YouTube チャンネル作ってね、10年ぐらい経つのかな。まあ、YouTube 作ったというよりも、そのグリードとして、本格的に、まあ、選手とかいわゆる e スポーツの世界に入り始めてから今年でちょうど10年になります。まあそれは年取るわけですよね。これも一体いくつまで続けられるのか分かんないですけど、まあ皆さんどうぞお付き合いください。さあ今日はね、COD の新武器というか、まあバリアント、コンバーションキットかな。まあだいぶ紹介するの遅いので、まあ他に動画として上げてる人いると思うんですがまあ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 、はい。今回この LMG の、コンバーションキットで、こいつですね。ジャックシャドウタイタンキット。まあ、軽量化の LMG かな。最近はね、もうこれ結構メイン装備として公開マッチ遊んでるんだけどね。いや、これすごいよ。この機動性。見て、これ。LMG ですからね。機動性、レート。まあ、反動そこそこ高いですが。このスライディング速度ですよね。SMG かってぐらいね、速い LMG になるんだけど。というわけで、まあ試合の方早速行きましょうか。ゴー。新マップだね、これ。いや、これ新マップ、ウォーゾーンじゃない？あ、これウォーゾーンの、あれだよ。ウォーゾーンのマップじゃん、ここ。水族館でしょ、これ。あ、せや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 。あ、なるほど。あ、はい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 。ウォーゾーンのマップを切り抜いた感じですね、これ。まあ。ああ、そうだよ。ほらほらほら。リサージェンスマップだね。まあ。いいと思いますよ。面白ければ僕はいいと思いますよ。あれ、これ敵どこだ ?OK。やべ？さあ、この60発マガジンの力見せてもらおうじゃないか。こっちから敵来てる。OK、スダン。まだ赤点あるが、後ろの方が早いかな？これは。ここは入れない。こっから外は繋がってんのか？ OK、ワンダウン。リロードして。これリロード速度もめちゃくちゃ速いからね。ここに二人いる。ナイスキル？全滅か。OK、OK、OK。ナイスナイスナイス。味方も強えな。外周にゴーストが一枚だけいるっぽいが、先にこっちやりましょう。このロングもいけちゃうんですね。基本的に機動性に全振りしてるんだけど、全然中距離いける、こいつ。で、ここはどうなってる？外周から行った方が良さげかな？マップの雰囲気と明るさもかなりいい感じやね。うん、見やすい。最近のマップは非常に見やすい。どうしたんだい？椅子変わったのかな、これ。うん。こっちだ。いや、強い、あいつ。あぶね。一旦下がって。ミニションボックス置いて。こっちで湧いてんのかな？意外とルートはたくさんあるね。アドバンス指出た。一枚だけ来てるな。オッケー、危ない。このまま連続キル行っちゃいましょうか。いいね。このマップめちゃくちゃ面白いやん。ほとんどこっちかな。あれは撃ち合いすぎない方がいいか。まだ18発ある。いやー、負けるか、それ。いやー、もったいない。スウォーム間近だったんだけどな。危ない。後ろいる。前もいる。にゃーん。よいしょ。ほらほらほら。で、後ろ？まだ来てないが、そこ出てくるかな？アドバンス指帰っちゃった。よいしょ。この赤点は1回かい。待って、クソ M、クソ M。で、そこ映ってたの知ってるんだが。どこ行っちゃったの？逃したか？一旦リロードと。どうですか？この機動性。マジで。すごいでしょ、これ。SMG より速いんじゃないから、下手したら。いや、マジで。うん。下手な SMG 使うより、絶対こっちの方がいいよ。そして、この、おお、壁抜きしてきた。
よいしょ。まあ、レート的にはそんなに早いってわけじゃないかな。だから、キルタイムは、ちょっと早いとは言えないかもしれないが、弾数と機動性でご利用せるって感じだね。広さもちょうどいいから、これワンチャン、競技シーンに追加してもいいんじゃないかな。全然あり得る気がしますね。はいはい、どうですかこの切り返し。武器をテーマに動画撮ると、なんか、商品紹介みたいな、表現になっちゃう。なんやろうな。どうですかこの機動性。この射程、冷凍。これも使えばあなたもキルレー2以上間違いなし。このジャンプ打ちからの、オクスリー注入。おい、横ジャンプ、かましていきまして。ここカットしいの?これ右、後ろやろうかなと思ったけど、こっちも来ちゃってるから、こうやって、こうやって、こうやって。で、そこまで来るからフラグ入れちゃったりとかしちゃって。ジャンプ、ジャンプ、横ジャンプ。この機動性ですよ。どうですか、これ。この機動性よ。この横ジャンプ回避はなかなかね、アサルトライフルだとできるの少ないでしょう。お、いっぱいいる。結構ね、外しまくってもね、3枚4枚持ってけるんだよな、全然。いやー、惜しい。え、このマップめっちゃ面白いやん。あれ、限定ルール来てないよね、確かまだ。今、通常のハードポイントでマッチングしたからね、これ。よいしょ。え、これ横ジャンプ強えな。スライディングで横ジャンプしながらの、避けながらこう打つのめっちゃ強え、これ。弾よけができるぞ、この武器。昔あげたな。なんか、大昔に。弾よけカスタムって言うて、美容校の時だったかな。あんな感じのことできちゃうよ、これ。ほらほらほら。おぉ!早すぎて、追いつけないんじゃないか、敵さん。こういうことよ。で、こうやって、そこやって、これやばいって。信用リムさんやばいって。これ。これやばいって。AR より強いって、これ。これ使った方がいいって、みんな。これ癖打ちだって。よー、55キル。今行くよ。で、そこフラグ入れて。横、弾よけしながら、絶対外周使うやついるから、分かってる。みんなの考えは、読めちゃってるよ。で、こうして、スライディングで、そこ1。やっぱり COD は、なんか動画撮ってる方がしっくりくるんだよな。最近ちょっと配信とかいろいろやってたけど、なんか配信からの切り抜きの動画って、なんかしっくりこないんだよね。昔から。なんか動画は動画としてこうしっかりと撮影したい気持ちがなんかある。昔から。昔はほんと動画しか上げてなかったからな。そのせいだと思うんですよね。これ僕の正面めっちゃ来ると思う。ここ。いやー今の避けたかったな。なんだかんだアドバンスUAVしか出してないんだけどまだ。COD の動画ではテンポを大事にしております。これしばらくメイン武器にしようかな。飛んだ。はい、レッツゴー。強い。脇もいい感じ。そんなにクソリスしてないよね、今のところ。はいはい。で、こっちやって。あ、今、いた気がする。OK。この横移動。僕の右で湧いちゃってるでしょ、これ。多分。ほら。で、こっち脇ね。敵。左ね。敵どこだ、これ。倒せないか?これ難しいな。トロフィーあったからね。うおー、これ決め打ち。そうだよな。決め打ちできちゃうよな、これ。やば、強え。決め打ちでいいやん、これ。危ない危ない危ない。そこフラグ入れて。いなくなってる。スナイパーがいるね。ここ全滅かな?あとエリア。
これ、次のエリアは家中かの前にそこなんかいるな。こういうことでしょ。で、アドバンス AV。後ろ開いてる。エリアナイス。これ、ラストスパート突っ込んでいいですか？突っ込んでいいでしょ？聞こえますよ。向こうから来てるけど一枚こっち来る。ええー、今の負けんのか。はぁ、なんでだ。やっぱりレート的には、近距離弱いのか。そこ来る。で、これ飛び出す。はい。で、そこやって、そこやって、こう、こう、こうですよ。で、ラスト。弾がない。はい。わー、トモチン、うめえな。うちがいる。トモチンカット。で、これ正面1枚。そこフラグ入れようか。トモチン来てる、トモチン来てる。うわー、え、待って。ちょっと、やべえ。もう勝てるもんだと思って、結構、キル途中し、キル突しちゃったけど、結構いい試合になってきちゃった。やばい、頼む。いけるか、いける、いけるはずだ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。はい、ナイス。いや、これはね、公開マッチ専用武器っていうイメージかな。うん。まあ、ランクとかじゃもちろん使えないけど。で、正直ガチるんだったら、アサルトとか SMG 使った方がいいが、まあ、公開マッチで、こう、どんどん敵が大量に来る試合だったら、すごくいいかもしれないですね。一応ね、カスタムの方は、こんな感じになっております。はい。はい。はい。というわけで、よかったら今日も高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。